周りの人がね、うん、キャーって言うんで。え？どうもオカルトコレクター田中俊之です。どうも元仮想場職員の下田花王です。田中さん、うん、階段やります。おいい、ね、この前ほら階段やってくれたから、うん、でね、もうマジでタイムリーで、ほうなんかあのタイムリーな話があんのよ。あの僕の知り合いのね、うん、あのシンガーソングライターの、うん、女性の方がですね、うん、最近深夜何時あれ、もう1時ぐらいに電話かかってきて、うん、遅いね。遅う思って、うん、まあ、僕も編集してたから、うん、で電話で どないしはったんって言ったら、うん、でもやばいやばいやばい言うて、うん、聞いてくれって言って、でその聞いた話がやな、うん、なんかその最近ちょっと調子悪いと、うん、なんかこういろんな悪いことが、うん、起こるし、うまいことなれへんと、一つは、うん、なんか家の家電製品がよう壊れると、うん、でも壊れるけどなんかしばらく経ったら治ったりとかして、すごいなんか不安定やねん。おでもなんか家もなんか居心地悪いし、うん、で外出てチャリ乗ってったらバーン行って中指骨折しまして、こけてで今そのまあこうまあ右手やから、うん、ピックは持てるからギター弾けるけど、下手かこれ、うん、これ下手とこれ上手な、うん、なんやけど、まあ、こう中指今折っちゃってて、で気管支炎にもなりみたいな、あれなんか不幸が続いてる、不幸が続いてるわけよ。ほんでその家にまたその友達がなんか遊びに来てんて、うん、ある日で来たら、うん、くっさーって言ってて、部屋の中がくっさーみたいな、無理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 って言って、あのちょっと待ってって言って、うん、なんか線香を大量に買ってきて、うん、もう滝狂ったらしいで、友達が滝狂って それはそれで迷惑だ滝狂ったらしい、ちゃんと確認取ってんのかな。でじゃあその人なんかなんていうの、その階段やから言って、その人なんか霊感も、うん、そんなんないねんて。あ、そんなんないの。全然そんなんちゃうけど、なんせ臭かったなんか。でも分からへんよな、それ本人が言ってるだけで、うん、実際どうか分からへんよな、うん、くっさー言うて、なんせ部屋も臭いと、臭い臭い言って、もうて自分では気づいてないの。もうあの種子くんの映画みたいに滝狂ってあのシーンは最高やったで、あのシーンぐらい滝狂ったらしいわ、うん、でそしたらちょっと良くなっていて、なんか雰囲気もうあれみたいな、なんか浄化されたそうそうみたいなことが、まあ、あったらしくて、うん、で、まあ、でも結局それが過ぎ去ったらまたなんか家が、うん、とりあえずなんかワンルームなんやけどなんか変やねんて、なんか雰囲気がな、雰囲気がなんか嫌やから、うん、もう最近悪いことも起こってるし、 お祓い行こうみたいな、お祓いっていうか神社に行こうって、うん、まだ気分転換にはなるよ。そう気分転換、うん、で神明宮っていうそのまあ神社ね、うん、まあ、いろんなところがまあありますけど、あの家の近くにも神明宮は、うん、ありますよ。ほうほうほう、うん、でそこに行きまして、うん、で結局ね、なんかあの なんていうのあれ、お札っていうか、なんかあのほらこういう置いとくやつ、おうおう、お払いしてもらったんじゃなくて、そうお札をまあ買いましてですね、うんうん、ちゃんとお参りして、そうお参りして、はい、でこれをちょっとお家にまあ祀ろうと、うんうん、で家帰ってこれでよくなるみたいな、そうでまあ祀ろうと思った時に、うん、どこに置こうかなってなってんて、うん、でそれちょうどなんか玄関にあのブレーカーだりやん、はいはいはい、でブレーカーって結構高い位置にあるやん、上にあるな、上にあるやんか、でやっぱああいうのってやっぱ天やからさ、一番上に置きたいわけやから、うん、あじゃあブレーカーの上に置こうよって、それ部屋の中、部屋の中、変な、あ、まあ、部屋の中やけど玄関もつながってるみたいな感じで、でそのブレーカーの上にこう置いてん、うん、でまた生活していくんやけど、うん、どうもそのなんか電気関係が微妙やと、うん、でなんかほら要はこうチカチカするとか言うやん、うん、じゃなくてパチンって消えんねんて、うんうん、であれみたいな、ちょっと怖いの、うん、で電球みたいな感じで、うん、と思ってその自分で部屋のスイッチあるやん、うん、いや確認するやん一回、うん、でパチッとしたらパッてつくねんて、うん、で勝手消えてんねんてスイッチが、ほうでちょっとちゃうやん、うん、ちょっとちゃうな、電気な、なんかその電球がとか、うん、でそういうのがいっぱい頻発してて、うん、で何やったらお札置いてからなんかそういうのが頻発しまくんねんて、余計に置いたのに、置いたのに、みたいな、なんなんみたいな、うん、でその電気がとりあえず、うん、なんかスイッチっぽいんやけどでも変なわけやから、ちょっとブレーカー見たろうって、うん、確認しようと思って、そうなんかあるやんそういうの、うんうん、電気変やったらとりあえずブレーカー見るみたいな、うん、でブレーカー見てて、うん、でそしたら全部こう上に上がって何もないねんて、うん、何もないんやけど、そのブレーカーのボックスの上に置いてる札が上下逆にやってんて、えそれはちゃんと置いてる、置いてんのに上下逆になってた、それは怖いな普通に怖いやん、あのこんなんでは無理ですよっていう感じやなんかそうあのはいはいはい、うん、ボンみたいな感じするじゃん、うあのめっちゃ怖かったらしくて、
それは嫌やな。で無理無理無理ってなって、でもこの時点ではまだ僕に電話してないんですよ。あ、まだ電話してない。さらにあんねん、うん、でもう無理ってなって次の日に、うん、もうとりあえずなんか神社行こうと。何回神社行くんやろな。あ、神明宮だけじゃダメだ。じゃないって。でなんか分からへんけど、うん、前から行きたかったしっていうのもあって、うん、あの明治神宮行ってんだよ。おお、原宿。原宿のね、あの明治神宮、まあ、うん、あのどういう人が祀ってるとか別にして、うん、まあすごい綺麗なところやし、まあ、神聖な場所ですから、ね、そう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 、まあ、明治神宮行こう言うて、うん、で、まあ、行ってんて、うん、で行ってなんか鳥居が何個かあんねんけど、うん、でほらあの結構木の鳥居でね、日本で一番大きいとか、うん、でかいよな明治神宮の、まあ、すごい有名なやつがありますけど、うん、まあ、そういった鳥居をくぐりまして、うん、くぐって40秒後ぐらいに、うん、周りの人がね、うん、キャーって言うんで、キャーって言って、危ないって言って、と思ったらあの自分の頭の上に枝がボーン落ちてきてるんで、うん、木の木の枝がボーン落ちてきて、枝が落ちてきた、枝が落ちてきて、であるそんな、でまあそれちょっとなんかすごいやん、もうマジであかんやん、ほんでまあでもやで、うん、まあ枝やん、いやまあなって僕は思って電話聞きながら、うん、や大事にはならなかった、そうそうそう大丈夫やってんて、うん、で枝みたいな、だ僕はちょっとおもろい方になって思って、うん、もうそこまで行って神社行って落ちてきて頭当たってたらなんかもうちょっとおもろいなと思ったんやけど、うん、その枝がこれなんですよって送られた写真がこちらなんですけど、めっちゃでかいね。だから、あ、普通にやばい、普通にやばい、細いやつとかじゃない。だからもうギリキーにちギャーって言うぐらいやもん、ね、空周りキャーって言うようになって、でも本人、まあ、頭痛い、まあ、一応塗ったりはせんかったらしいんやけど、まあ、怪我はして、ほう、もうビビりすぎてあの明治神宮倒木って検索しまくったらしいね全然何も出ないっすってあ、当たった人もいない、当たった人も全然見つかりませんでしたって。いやなんか明治神宮でそれになったもん終わりじゃんだからそんなんで通用せえへんぞって言われてる感じがめちゃくちゃ、うん、なんかすげえなーと思って。偶然やとしてもじゃあなもう、うん、霊的なもん関係なくしても嫌やろ。嫌やな普段逆になってて明治神宮行ったらなんか頭に何か落ちてきたらな、もう気分萎えるよな。萎えるよ。そうだからなんかちょっと紹介してくれって言われて、なんか紹介って言ったら、だからもう一回ぐらい、うん、あの神社行ったんちゃう。何神社に、何明治神宮行ったやろ、あとどこがやろ、まあ、お祓いで有名な神社ってのは別にいっぱいあるけどさ、うん、家の近くが一番ええっちゃええねんけど、家の近くは行ったもんな、うん、神明宮、そう、家の近くの神社行ったら、うん、あの逆やった、逆やった、逆になってたって。祈祷やな。あ、ご祈祷、ご祈祷を神明宮でやってもらって、うん、の方がええんちゃう、あの気分的にもそうやねん な、あれ気持ちええもんな。なんかやってもらったら、そう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 、なんかみたいな取れたって感じするやん。なんかするやんな。それで行こうか。うん、なんか危ない。なんか知らんけど。物理的に来るのはやばい。やばいよ、ね。怪我するの。キモいよな。うん。まあ、実際本人今骨折もしますからね。うん、なんかその人自身に何かないんかな、覚えが。いや、なんか別に恨まれてるとかは特に。うん、でただ僕もさ、その話電話で聞いててさ、うん、気分沈んでもうてや、うん、なんかなんかフォローできんな。もうな、1時間半喋ってたからな。悩んでんな、うん、もうこっちも気分沈んでもうて、うん、途中で「あっ、これちょっとあのお客さん来てから切るわ」って言って、うん、2時半に来るわけないよ切ったけどな。2時半には来んな、うん、もうそうしたけどな、うん、まあちょっと言うときますけど、ね、まあ、ちょっと心配ですね、はい、まあ、というね、はいはい、ちょっと不思議なお話でした、うん、はい、本日もご視聴ありがとうございます。どうも、わかるところで田中俊之です。どうも、元がそば職員抜けた花尾です。不思議大劇場でっかい一番やって、もうこんな気持ち悪いっていうあれやな。もうそれ大阪の酔っ払ったおっさんや、うん、ちょっと違った一面が見れるかもしれない。でコウモリプラーンってなるだけだあの限定のオリジナル商品と、あとはスペシャルゲストとかも考えてます。フジテレビ本社の1階でさせていただきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャージやった